これは何？ハモスティックだって。ハモさんだって。こんな感じ。淡路島さんだってよ。ほちゃん、これ食べてみる？あともう一個さ、ちょっと全部紹介してみよう。これ何だ？これは牛レバーのビーフ、あ、牛レバーのジャーキーチップス。ほう、美味しそうだね。ポーちゃんこれ大好きなんじゃない、こういうの。それからこれは、お、鶏そぼろ、フードのトッピングとしてお楽しみくださいだって。ポーちゃん、じゃあいつものさ、ご飯にさ、そぼろをこれかけてみようかね。そうしてみようね。今日はもう食べちゃったからさ、またご飯の時やってみようか。そうしよう。じゃあさ、このハモなんだっけ、ハモスティックから食べてみようか。人間が食べると味はねほとんどないけど、風味がねすごくいい。ちょっと待ってよ、ポーちゃんむきってるね。よし、どう？次行ってみよっか。これはね大好物みたい。てかね、基本的にあのおやつだったら何でも大好きなんでね。ポーちゃんね好き嫌いないもんね。じゃ次、牛レバーのジャーキーチップス、これ食べてみよっか。ポーちゃんね、なんかあの細かい本当にジャーキーチップスって感じ。これもちょっと味見してみます。こんな感じ。すごい、あの、分かりづらいかな、こんな感じ。ちょっと待って、うん、チップスだ。うん、あ、ジャーキーだ。おいしいおいしい。ちょっとちょっと、はい、お世話でお世話で。はい、待って、おいしいです。味はほとんどない。よし、丸飲みした。ポーちゃん丸飲みしたやん。はい、どうぞ。こういうなんかあのちっちゃいおやつは私結構あのあげるんですよ。何かご褒美とかで、結構お手とかあのゲイをした時にいい子いい子って言ってあげるのにすごくちょうどいいおやつだね。はい、どうぞ。あー、よかったねー、ぽちゃん。はい、すごく喜んでた。やったね、またおやつが増えました。よかったねー、ぽちゃん。